旅人さん、ちょうどいいところに来てくれましたね。おい、その口調、まさかまた新しい依頼じゃないだろうな。ご想像の通り、新しい依頼が一件ございまして、アビディアの森に住む住民の安全に関わるとても重要な依頼なんです。え、何かあったのか。つい先日、アビディアの森の一部区域が汚染されているという知らせが入りました。汚染？まさか新しい地域なのか。詳しいことはよくわからないのですが、あの辺りを通った人は体に異常をきたすという話です。アビディアの森で生活する人々は故郷をなかなか離れたがりません。ですから汚染区域が拡大すると深刻な結果を招いてしまう恐れがあります。汚染の拡大を止めるだけでも多くの人が救われることになりますので、どうかぜひ調査をお願いします。アビディアの森か。ティナリなら何か知ってるかもしれない。あいつに聞きに行こうぜ。静かに。ディナリ兄ちゃん、頭が痛いよ。僕もうダメなのかな。言うことを聞けばよかったって、代わりにお母さんに伝えて、それと砂のおもちゃを壊しちゃったんだ。謝りたかったけど、もう一緒に遊んでくれないんじゃないかって思うと怖くて。なり兄ちゃん、人は死ぬと空を飛ぶ鳥になるって本当？僕なんだか体が軽くなったような気がするんだ。どういうことだ？ティナリ、まさかこの子。はいはい、もう変な憶測はよしなさいって。君は少し熱があるだけだ。薬を飲んでちゃんと休めば、いくらもしないうちにまた元気になるよ。本当？じゃあおもちゃのことは内緒にしてくれる？それはダメ。もう大きいんだから、熱が下がったら自分で謝りに行きなさい。うん。ねえ、いつも元気だったのにどうして急に体調を崩したの？僕にもわからないんだ。森には入るなってお母さんに言われてたんだけど、つい気になっちゃって。そしたら森は昔行った時とは全然違ってたんだ。あちこち探し回ったけど、結局迷子になっちゃって。やっと出てこれた時には頭がクラクラで。もしかして。やっぱりそうだったのか。とにかく横になってて、僕がいいって言わない限りどこにも行くんじゃないよ。わかった？旅人パイモン、ちょっといい？レンジャー長さん、息子の具合はどうですか？解熱剤を飲ませたからしばらく休ませておくよ。薬を飲んだらすぐに治るって言ったけど、実はただの慰めなんだ。彼の症状は熱によく似ているけど、根本的な原因は全く違う。どちらかというと意識障害に近くて、
解熱剤はあまり効かない。じゃあどうすればいいんです？レンジャー長さん、どうかあの子を救ってください。確かバハールハーブっていう鎮静作用のある植物があったと思う。乾燥した砂漠地帯に生息していて希少価値が高い。普段は枯れた雑草みたいなんだけど、水に触れると生き返るんだ。高価な上にここの気候では栽培できないから今は手元にない。キャラバンに聞いてみるよ。君はまずコレイのところへ行って薬を調合する道具と、ついでに僕の旅支度を用意してもらってくれ。はい、ありがとうございます。汚染区域か。君たちもソ連目当てで来たの？そうだ、ティナリ、それって新たな地域なのか？似ても似つかないよ。規模も内部の状況や周りへの影響も全くもって別物だ。唯一の共通点はどちらも鬱陶しいってことかな。アビディアの森で起きた問題だから放ってはおけない。オイラたちもそう思うぞ。よし、じゃあまずはキャラバンに連絡してバハールハーブを買いに行くついでに汚染区域のことを聞きに行こう。善は急げだ。早速出発しよう。いや、バハールハーブを買いたいんだけど、置いてるかな？レンジャー長か。すまんが、最近は営業してねえんだ。営業してない？変なの。そんなこと初めて聞いたけど。話が長くなるんだが、俺たちは少し前に一部の積み荷を奪われちまったんだ。失ったのは強霊院から手に入れた機械パーツでな。古いモデルのやつもあった。これが市場じゃいい値段で取引されてるんだ。いくつかのキャラバンで資金を出し合ってやっと仕入れることができた品だったのに、奪われちまった以上今回の儲けはパーだ。相談した結果、残った商品は値上げして売る方向になった。具体案が決まるまで各キャラバンが勝手に売ることはできねえんだ。ちょっと理解できないね。そんなに大事な品物なら取り返しに行くべきじゃないの？値上げしたところで強盗にあった損失を買い手になすりつけることになるだけで。レンジャー長よ、俺たちも取り戻したい気持ちでいっぱいだぜ。だがそいつらは品物を奪った後、あっという間に森の奥まで逃げ込みやがったんだ。噂で聞いたが、最近あの森はかなりヤバいみたいだぜ。そこに行った奴らはみんな精神がおかしくなるらしい。出てこないとなりゃ俺たちもただずっと外で待っているわけにはいかねえだろ。だから別の方法を考えたんだ。つまり盗賊は君たちから機械のパーツを奪った後、汚染区域に身を潜めたってこと？全部で何人いた？そいつらはまさか汚染区域の影響を受けないのか？あいつらはまさにその汚染区域から出てきたんだ。何人かっていうと、ゼロ人って言うべきか。ゼロ人？信じてもらえんかもしれねえが、パーツを奪ったのは巨大な機械ガニだったんだ。なんだそれ。アビディアの森にはそんな生き物がいるのか？正直なところあいつのことは思い出したかもねえよ。器用な動きだったから、おそらく常習犯だ。俺たちが気づかないうちにふわーっと現れて、俺たちの商品を掴んで走り去っていった。みんなあっけに取られてよ。気づいた時にはあいつはもうとっくに逃げ去っちまってた。なるほどね、分かったよ。
僕たちが代わりに品物を取り戻したらまた通常通り営業するんだよね。おお、そりゃもちろん。それだけじゃない、お前さんは俺たちキャラバンの VIP 客となり、今後全ての商品が…ストップ。そんなことよりも、その機械狩りについて何か手がかりはない？ああ、実は強奪された後、俺たちは人に分析と調査をしてもらった。興味があれば聞いてみたらどうだ？そうだね、じゃあまずはそうしようか。品物が奪われた後、近くのキャラバンや住民に何度も聞き込みをしました。調べてみて分かったのですが、私たち以外にも多くの人がその悪党ガニに襲われているようです。でもあのカニは機械にしか興味がないようで、他の品物には見向きもしません。大量のモラを積んだキャラバンが通りかかったことがありますが、無事でした。対して金属製のおもちゃの車を持った子供たちが通りかかると、すぐに取られてしまうんです。とにかくあれは悪いものです。いずれは駆除する方法を見つけないと。あいつは素早くてパワーもあるからかなり手強いんだ。正面から相手をしたら十数人でもかなわないかもな。機械生命の研究は教令員が何年も前に禁止してなかったか？だとしたらどっから来たんだろうな。おかげさまで給料も減って、へえ、まさか強盗犯が人間じゃなくて機械のカニだなんて、呆れたぜ。最近は強盗事件が多いってキャラバンの奴らは言うんだが、俺たちは大して実感がないな。普段はあの機械ガニを見ることないし、生活の邪魔をされたこともない。あいつはキャラバンがいる時にだけ現れて暴れたかと思ったら、また汚染区域に逃げ帰るんだ。捕まえようとはしなかったの？試してみたんだが、すばしっこくてすぐに逃げられてしまった。だがこの間の捕獲作戦で思わぬ発見があった。あいつは森の奥に住んでいるみたいなんだが、略奪したものをすぐに運ばず、まず近くに隠しておくんだ。それである程度貯まったら一気に持っていく。もし奪われた品物を取り戻したいのならば、早めに動いた方がいい。収穫はあったか？奴の習性は把握したけど、やっぱり不可解な点が多いね。制御不能になってない限り、機械生命はコマンド通りに動くことがほとんどなんだ。もし僕がマスターだったら、より価値のある品物を奪うように命令する。それか君たちが品物を売り終わったタイミングでモラを奪うかな。なのに機械パーツにだけ手を出すなんて変だよ。そうか、言われてみれば確かにおかしいぞ。それで品物を奪い返す算段はつきそうか？機械パーツはまだ持っているかい？うん、あと一袋残ってる。こいつらはサンプルなんだが、いつも持ち歩いてたから無事だったんだ。おい、まさかお前ら。外的条件が変化しない限り、生物は自らの意志で習性を変えることはほとんどない。今のところ分かっているのは、相手は森の奥の汚染区域に住む機械の体を持ったやつで、機械パーツを奪いに来るってこと。機械パーツさえあればおびき寄せられるだろ。捕獲できたら観察してさらなる結果を導き出すんだ。今みたいに中身のない会話をしてたって何も進まない。確かに、それよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれればまた改めて礼もする。お礼はいいよ。でもこのパーツはもらっておくね。今後他の使い道があるかもしれないから。それと打銃を一匹借りるよ。演技は完璧にやらなくっちゃ。もちろんだ。
品物さえ戻ってきてくれるなら俺自身の体だって貸してやるぞ。君は結構。機械パーツと打銃で通りすがりのキャラバンを装って奴を誘い出してみるよ。奴が現れたらすぐに捕獲だ。タイミングは君たちに任せたよ。安心してくれ、オイラたちはプロだぜ。と汚染区域の分布からして品物はこの辺りで奪われたみたいだね。じゃあ早速やるぞ。絶対にあの悪党ガニを捕まえるんだ。うん、この辺で出発して打銃にパーツのサンプルを運ばせながら進もうか。この打銃はまだ僕たちに慣れていないからなだめないとね。サボってるっぽいけどお腹が空いてるって可能性もある。キャラバンのみんなはしな、やった、また進んでくれたぞ。なんだか音がするぞ。そうだね、気をつけて。呪言ショック、痛がっちゃいない。みんなは俺が守る。はっ、さあ、振動の権限。やっ、複雑すぎて理解できてない。僕はあたりでキャラバンの荷物を探してくるから、代わりに彼を見張っといてくれる？機械パーツを奪った理由は知らないけど、これは君のじゃないよ。奪ったものは全部持ち主に返すから。いいね。汚染区域の奥から来たの？だったら僕たちに手を貸してよ。そこに連れて行ってくれたら報酬として機械パーツをあげる。反応したぞ。まだわからない。単純にパーツを見て興奮したっていう単なる機械的な反応かもしれない。そっか。ティナリはこの金に汚染区域まで連れて行ってもらいたいのか？その通り。汚染区域は決して狭くはなく、今も拡大し続けている。徹底的に調べるのは至難の業だ。何の準備もなしに飛び込んだってハエのように飛び回った挙句道に迷うだけだと思うんだ。それにこいつは汚染区域の奥からやってきただろ。僕もちょうど汚染区域について調べていたところだから、いくつか推測はあるよ。でも念のためガイドに案内してもらうのが一番だろ。なるほど。でもあいつお前の言ってることを理解できるのか？理解されなくても僕たちに対する敵意がないなら問題ない。
パーツを渡したらきっと汚染区域の奥まで連れて行ってくれると思うよ。攻撃してこない限りは彼に頼ればそこにたどり着ける。なんだか嬉しそうだな。いい？この辺で待ってて。絶対に逃げないでよ。僕たちが帰ってきた時にまだここにいてくれたら、ご褒美にまた機械パーツをあげる。わかった？さあね。でもとりあえずこの機械パーツを返しに戻って薬用のバハールハーブを買ってこよう。でも帰る前に罠を仕掛けておかなくちゃ。逃がしてしまったらダメだからね。本当に取り戻してくれたんだな、お前ら。ありがとうな。もうどう礼をすりゃいいのか。あ、そうだ、バハールハーブが欲しかったんだろ。もらなんざいただでやるよ。どれくらい必要なんだ？2本あれば十分だよ。そんなんでいいのか。あ、ならこうしよう。おまけにモラも少し渡す。その必要はないよ。僕はすでに報酬をもらったじゃない。報酬？パーツのサンプルの入った袋のことか。まあ奪われた品物に比べればあんなの大した価値はねえよ。でも僕には必要だったんだ。バハールハーブみたいにね。僕は君たちの品物を取り返して、君たちも僕が必要としているものをくれた。それで帳消し。森の生態系は複雑で多様性があるから、機械ガニの他にもいろんな危険が潜んでいる。ああ、肝に銘じておく。お前さんたち本当にありがとうな。まずは村に帰ろうか。早くあの子に薬を飲ませた方がいい。今回は投与量に注意が必要だから自分でやるよ。ああ、わかった。でも薬が出来上がったら代わりにその子のところに届けてきてくれる？彼は僕がいるとなぜか少し緊張するんだ多分。さて、早速薬を用意するよ。旅人、少し手伝ってくれる？したって。スナは怒っていないみたいだったから、師匠にお礼が言いたいってことらしいんだけど、何かあった？大丈夫だよ。それより頼んでた旅道具の準備はできた？ちゃんと準備したよ。師匠は遠出するのか？ああ、汚染区域に行くつもりなんだ。広さから考えて多分一夜を過ごすことになると思う。僕がいない間のことは君に任せたよ。え、でも私
私はまだ師匠の足元にも及ばない。経験したことのないことでもとりあえずは試してみるんだ。一回僕の真似をしなくていいから、自分なりの解決方法を使えばいい。そうだぞ、これならきっと大丈夫だ。うん、じゃあやってみる。師匠、それから旅人にパイも、お前たちも気をつけて。ああ、おそらく大丈夫だろう。具体的な原因は汚染区域に着けばおのずとわかる。僕を立ててくれるの？でもそうだね、多分問題ないと思うよ。さあもう一度あの機械狩りを調べに行こう。罠が発動してない。まだここにいるはずだ。約束通り、ちゃんと僕たちの帰りを待ってたみたいだね。じゃあこっちも約束通り、機械パーツをもう一つあげる。落とさないようにちゃんと持ってるんだよ。満足してくれたみたいでよかったよ。もっと欲しければ、僕たちを汚染区域の奥に連れてって。アビディアの森がこうなってしまった原因を調べなくちゃ。ここがみんなの言う汚染区域なのか。確かにいつもと違うぞ。なんていうか不気味で重苦しい空気だな。体調は大丈夫？よかった、やっぱり思ってた通り。ティナリはなんで知ってるんだ？汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど、僕は最近いくつかの対象実験をしていたんだ。その上で今ここを観察して推測が確信に変わった。ほら、例えばこの花、普段見るのとちょっと違うだろ。この花の学名はスメールローズなんだけど、地脈マーカーなんて呼び名もある。地脈の影響を受けやすくてね、様々な明るさの光を放つんだ。輝度が高くなったら、それは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している。この感じだと多分この辺りの地脈はすでに暴走状態だね。ってことはつまりここの汚染は地脈から来てるのか？まだ確信はないけど、その可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。前に森に行った時は鳥の大きな鳴き声が聞こえたぞ。今汚染区域にはすごい量の地脈エネルギーが漏れ出ちゃってる。それが通行人を病気にさせ、意識障害を起こさせている主な原因だと思う。動物たちは敏感だから、きっと異変を察知してすぐにこの場を離れたんじゃないかな。地脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な事態になっちゃったのか。植物が育つのに適した条件があるように、実は人間も少しずつ周囲の環境に慣れていくものなんだ。気候や温度、湿度、
それから地脈エネルギーの強さとか、特定の環境で生活することで人は環境との間にある種のバランスを作り出す。周囲の環境が急変するとバランスが崩れてしまい、体にも異変が起きる。もし単なる温度の変化なら人体は自分で体温調節をして適応できるけど、地脈エネルギーの急変に対応できるようにはできてない。だから病気になってしまうんだ。じゃあどうしてオイラたちは無事なんだ？君がなんで大丈夫なのかはわからない。でも彼と僕は元素力が使えるから、それでより早く変化に適応できるんだろうね。もちろん地脈エネルギーが強いところに長くいるのは良くない。ここで自由に行動し続けられるのはおそらく機械である彼だけだ。さて、調査はこんなところかな。広めの空き地を探してくれない？ちょっとした実験をしたいんだ。環境、無風、目標値、正常、設定完了。よし、ちゃんと動作してるみたいだ。それ何なんだ？僕が作った浄化装置だよ。余分な地脈エネルギーを吸収して、この辺りのバランスを安定させられるんだ。そんないいものがあったのかよ。じゃあ、早速汚染区域全体に設置しようぜ。それでうまくいくならそれでよかったんだけど、でも一度発生しちゃった汚染は限られた装置じゃ解決できないよ。それに浄化装置の力にも限界がある。せいぜい一定期間汚染区域の拡大を防げるだけさ。地脈漏出による汚染を完全に解決するには問題の根源を根こそぎにしないと。そういうこと。何かが近づいてくる。なるほど、地脈エネルギーが落ち着いたせいで一時的に離れてた魔物たちが浄化装置に近づかせないようさっさと片付けちゃおっか。立輪直呪言、張り込め。終わりでーす。フェス燃えろ。傷は深くないみたいだよ。動かないで、手当てするから。君たちは誰だ？あの機械の魔物たちは？安心しろ、オイラたちが全部やっつけてやったぞ。よかったよかった。まだいるじゃないか。早く倒してくれ。
そんなの芝居に決まってる。さては、あの機械の魔物たちに紛れて僕の命を奪いに来たんだな。森の奥に何があるか知ってるか。機械の魔物があちこちあちこちうろついてるんだ。薬を取ろうとしてうっかり汚染区域に入ってしまったが、危うく命を落とすところだった。逃げないと。そうだ、早くここから逃げないと。君たちも気をつけて。この種の機械生命は敵なんだ。早く離れた方がいい。数年前、教令院が機械生命の存在を全面的に禁止しようとしたのもわかる。こんなもの全部壊してしまうべきなんだ。体が震えてろれつが回らないのは汚染区域に長く居すぎたせいだ。あっちの地脈エネルギーは浄化したから、そこの道をたどっていけば大丈夫だ。すぐに村が見えてくるはずだよ。きっと誰かがコレイの元に連れて行って助けてくれる。あそこには僕が用意した薬が置いてあるから、飲めばすぐに治るよ。なるほど、正しいことをしたからご褒美にパーツが欲しいのかい。全く理解できない。まあ、どういう意図で取った行動かはわからないけど、しょうがない、パーツをもう一つあげよう。装着してあげようか。その必要はないみたいだね。それじゃあちゃんとしまっておいて。ところで、あとさっきあの人に凶悪な機械生命だって思われちゃったけど、それについてはどう思う？全然わかってなさそうだな。今のところわかるのは機械パーツに関することだけみたいだ。人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな。彼が、いや、彼のマスターが何のためにパーツを集めているのかはまだわからないね。今日はもう遅いから近くにテントを張って寝ようか。明日はもっと奥を調査するからね。おい、こっちだよ。バカ、上だよ。上を見るんだ。拠点はここに決めた。うん、オイラもここでバッチリだと思う。へえ、パイモンはどうしてここが。ここは平らで広いから大きなテントを張れるだろ。鍋もセットできそうだし、美味しいものをたくさん作れるぜ。それも間違ってはないよ。でも僕がここを選んだ最大の理由は、比較的高台にあって下に集まる湿気を遮断できるからなんだ。ウリンはとても湿気が高いからね。こういう場所で夜を過ごすときはいつも細心の注意が必要なんだよ。次は二手に分かれて行動しようか。僕はテントを張るから、君は火起こしで、パイモンは食べ物を探してきてくれる？そういうのは得意だぞ。オイラに任せとけ。別にそんなに期待してないから無理しないでね。野外で火起こしするときは灯芯草の茎を使うといいよ。この植物の髄は比較的乾燥してるんだ。少し煙っぽくはなるけど直接火をつけられる。うい、旅人ティナリ、オイラ何も見つけられなかったぞ。ウリンには変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ。変な形のキノコもたくさんあって、どれが食べられるやつか。おい、あと地面に何かの実が落ちてたんだけど、拾おうとしたら上の枯葉が急に動いてびっくりしたぜ。きっと枯葉蝶とかその辺りの生き物だね。彼らは天敵から身を隠すため葉っぱに擬態できるんだよ。空を飛んでる君を見て、きっと何かの鳥と勘違いして逃げようとしたんだ。しょうがない。テントが完成したら君たちはここで休んでて。
食べ物は僕が探してくるよ。ん？もう探してきてくれたの？おい！今のはオイラにも分かったぞ。こいつ、また機械パーツをおねだりしてるんだ。残念だけど、今回のご褒美はなし。今回の仕事はそれほど重要じゃないからね。何にでもご褒美をあげちゃったら。だから、こういうちょっとしたことは覚えておいて、次の時にまとめて渡してあげる。まあ、それも理由の一つ。なんだか悲しそうだぞ。でも、よく考えてみたら、あげないと誤解しちゃうかもしれない。しょうがない。一つあげよう。僕は夕飯の準備をしてくる。今夜は交代で見張りをするから、先に休んどいて。見張りが必要なのか？うん。地脈の影響で避難してる動物も多いけど、完全に油断するわけにはいかないからね。ってことで、よろしくね。テントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために、後で駆虫装置を置いておくから。じゃあ、ゆっくり休んで。でも寝坊だけはしないでね。おいら、本当に寝ぼこやってきたよ。もしかして地脈の影響だったりするのか？でも、こうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな。なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜ。おやすみ。ん？まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？それならよかった。君がよく眠れるか心配だったから、2種類のお香を調合してあげたよ。安心して。天然植物で作ってるから、体に優しいんだ。そういえば、あの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのに、どこかに行っちゃったんだよね。見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりも、まだ顔を見せてくれない。何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は、誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こった可能性が高いと思う。ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。教令院が機械生命の研究を廃止してもう数年経つからね。かつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね。僕の後輩にもその研究に携わっている奴が何人かいる。彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。人類の自然征服を助けるために、知識を使って新しく使いやすい生命を創造することだ。しかし、どれだけモジュールを入れ替えても、機械の本質はコマンドを受け取って実行すること。人間や他の生き物みたいに自律的な意志を持つことはできない。機械生命と自然生命の違いを探ろうと、狂信的な学者たちは、際限なく動物の生態解剖を行った。その実験の異常な残酷さから、機械生命の研究は廃止となったんだ。皮肉にもその後、学者たちはますます衝動的になってきてる。難しい質問だね。機械生命そのものには興味あるけど、当時の学者たちの態度は気に食わなかったな。僕の個人的な意見なんだけど、僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし、助け合ってきた。僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだ。だから僕からすれば、どんな命だって大切なんだよ。生命を理解するためには、まずそれを尊重するのが大前提だ。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。僕が一部の学者を不満に思うのはそこかな。これは僕が
教練員を去った理由でもある。自分を他の生命の上に置いて、横島な思いで純粋な生命を研究して、一体何を達成できるって言うんだ？本当？それはよかった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はぁ、しょうがない。一生懸命頑張ってくれたもんね。それよりも、どうして使わないの？躯体はあちこちすり減っちゃって、エネルギーも残りわずかだっていうのに。そうかい。まあいいや。ありがとね。でもちょっと休みたいんだ。コーヒーは彼にあげて。見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。旅人、パイモン、おはよう。体調の方はどう？僕もだよ。奥へ進めば進むほど、地脈漏出の源に近づいてきてるみたいだね。オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ、山火事を防ぐために、焚き火を消しておいてくれる？あと、昨日設置した空中装置も回収しておいてほしいんだ。おう！火消しはオイラに任せろ！うん。終わったらここでご。さて、そろそろ行こっか。ここよりも奥では、より凶暴な機械と出会うかもしれない。それに、地脈の影響も大きくなってる。もし厳しいと思ったら、戦闘は避けておくのが合理的だ。汚染源に到達するまでは、できる限り体力を節約しておこう。宣言に近づけば近づくほど機械の魔物が増えてきてる。十分。信頼カード、はびこれ。燃えろ。みんなは俺が守れ。やっ、どの目が出るかしら。律令十分。せえ！全力攻撃だ！冒険だ冒険！律令十分。え、くらえ。さあ、律令十分。律令芽生えよ。え、燃えろ。みんなは俺が守る。捕まえた。十分直。
よく見ると、ここの植物、確実に何か違うね。死脈エネルギーも他の場所より強い。僕たちが探していたのは、ここかもしれない。準備はいい？中に入ってみよう。エネルギーはここから漏れ出してたんだ。この装置、なんてことだ。延々と地脈を抽出し続けてる。一体誰がこんなことを。後先を考えてないの？このまま地脈を破壊し続けたら自己修復すらできなくなるよ。そんな、絶対に止めないと。ここにいると、地脈エネルギーを直接浴びることになる。そしたら、体も取り返しのつかないダメージを受けてしまうかもしれない。君とパイモンは先に避難するんだ。僕はこの装置の止め方を調べてみる。でも、いくらディナリでも、地脈の影響は避けられないんじゃないのか？オイラたちも残るぞ。ディナリを一人にさせるわけにはいかない。わかった。なら一緒に探そう。制御ユニットが見えないってことは、この辺に隠し扉があるはず。もしかしてお前、どこに隠し扉があるか知ってるのか？おい、待てよ。気をつけた方がいい。お、誰かいるぞ。ここで地脈を抽出してたのはお前なのか？どうして何も言わないんだ？ビビってるのか？もう冷たくなってる。ひどく痩せてるし、目の下が青い。多分慢性的な栄養失調と過労で倒れたきり、二度と目を覚まさなかったんだろうね。あ、君を忘れるところだった。ほら、もう最後の一個だからね。あいつ、何やってるんだ？さあ、部屋の配置からして、ここは研究室みたいだ。資料室に何か手がかりが残ってるはずだから、探してみよう。この場所について何かわかるかもしれない。中はこんなに広かったんだな。すごくうまく隠してあるね。いい隠れ家だ。パイプは奥に続いてる。早く行ってみよう。
見つかったか？実験ノートがいっぱいあったけど、全部読むには時間がかかりすぎるからね。実験に使われた映像フィルムを探し出したよ。シリアルナンバーを見る限り、多分2年前のものじゃないかな。映像フィルム？うん。ソロンハは昔、実験映像を残すための装置を作ってたんだ。そうして作り出したのが映像フィルム。でも、この装置は値が張る上に安定性にも欠けてるから、一部の研究室で使われてるだけで一般公開はされてないんだ。じゃあ早く見てみようぜ。ちょっと待ってね。どうやって再生するのか確認するから。カカタカカタ、まったく、しばらく目を離した隙にどこ行ったんだ。お前そこにいたのか。早くおいで。ここが俺たちの新しい家だ。このアバットイがここで大活躍して、強霊院にのさばる骨董品どもを感服させてやる。お前も嬉しいのか。でもカカタ、お前は俺たちがこれから何をするのか分かっているのか？そうだな、分からなくともしょうがない。いいかカカタ、俺はこれからここで大量生産可能な機械生命を作るんだ。これまでにない技術を使ってな。臓器を模した機械に電流を血液のように流す。鋼でできた心臓は鼓動し、部品でいっぱいの脳は俺と同じように考えることができるようになる。遺跡からの掲示、強霊院に止められた研究、俺は全てがここで復活すると願っている。そして時が来たら、お前らは人の言葉を理解し、人と共に生活できるようになるんだ。大丈夫だ、お前にもいつかわかる。いつかな。カカタって、あの機械ガニのことだよな。このアバットイっていう学者は強霊院に何を証明しようとしてたんだ？思い出したよ。あの頃確かにアバッドイって後輩がいた。後輩？それがどうかした？いよいよ、ただアバッドイはティナリより年上な気がしたんだけど。学級に年齢は関係ないんだ。僕は早くに学業を終えたから、後から入学してきた人には先輩って呼ばれるんだよ。そうだったのか。もちろん年齢も大事なことだけどね。一時期なんかある種の珍獣みたいに連れて行かれては写真を撮られてたよ。そんなことより、他にも映像フィルムがないか探…立ってるね。その間に一体何があったんだろう。珍しいな、まさかお前が操作ミスで故障するなんて。どうやらコーヒーを入れるのはまだ難しかったみたいだな。それとも俺が設定したパラメータに問題があったのか。よし、これでもう大丈夫だ。ハサミのパーツに水が入っちまったせいで、配線がショートし、脳からの信号を受信できなくなっていたんだ。おっと、こんなことお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと取り替えてやったからもう治ったはずだ。動いてみて違和感がないか確認してみろ。次は気をつけるんだぞ。最近は資金面が厳しいからな。備品もエネルギーも残り少ないんだ。なんだ、嬉しそうじゃないか。カカタ、
俺は昨日ある夢を見たんだ。夢の中でお前は喋っていた。教練員の奴らはいつも機械の知能など統計学の延長に過ぎないって言ってたよな。お前が俺と話せてるのを見て、あいつら唖然としてたぞ。ただの夢だったのが残念だ。お前のその純粋な姿を見ていると、俺と会話するどころか、俺がいつかいなくなったとしてもお前は異変に気づかないんだろうな。まあいい、まずは来月のエネルギーを何とかしないと。アバッドイは教練員を出た後音信不通になったんだ。僕はあの時、アバッドイは意気消沈して機械生命の研究を諦めたんだって思った。まさかこんなところに身を潜めて実験を続けていたなんてね。カカタのためにパーツも交換してあげてたし、なんだか悪いやつじゃないみたいだよな。なんで地脈に目をつけたんだ？とにかく他にも探してみよう。シリアルナンバーを見る限りだと、次の映像フィルムはここにあるんじゃないかな。乱雑な字だね。これはきっとアバッドイの心理状態が変化したからだ。もう一つ日付のない映像フィルムがあるよ。置き場所もなんだかおかしいし、アバッドイが置いたとは思えないな。カカタが手伝って整理したって可能性はないのか？それはどうだろうね。とりあえず最後の2つだ。どんな内容か見てみよう。すまんカカタ、考え事をしていた。俺にとって今日は特別な日なのかもしれん。少し前の実験で俺はお前たちに生命の本能を与えることに成功した。エネルギーが少なくなったりパーツが破損したりしたら、サバイバルコマンドを実行してエネルギー補給とパーツ交換を優先するようになる。これは非常に危険なことなんだ。そして俺は今日もっと危険なことをやってしまった。地脈を今後のエネルギー源にするため、三代目地脈抽出装置を正式に起動した。機械生命を開発するには大量のエネルギーが必要だ。いくら節約したって手持ちのお金では足りない。カカタ、俺はもう疲れてしまったんだ。これまで実験を続けてきたが、何のために前進するのかわからなくなってきてしまった。生物の臓器を模倣したところで、機械は冷たい道具に過ぎないとあいつらは言う。俺はそれが間違っていることを証明したかった。お前、おい、俺は別に面白いことを言ったわけじゃないぞ。言語、感情、動作、お前らの機能をできる限り充実させ、何度も改良を試みてきたが、はっきりとした成果は得られなかった。お前は中でも一番特別な存在だが、そんなお前でさえ俺の言葉を理解できない。反応してくれるのはあらかじめ設定した限られたコマンドやキーワードに対してのみ。カカタ、一度でいいからお前から話しかけてくれたら。うん、わからないよな。
この数日以内に失敗作の地脈抽出装置を売って実験継続のための資金を集める。俺は突き進まなきゃならないんだから、しょうがない。これは新しい発見だ。ここからさらに2つの制御モジュールを導入して脳の構造である視床をシミュレーションする。こんな時に限って心臓が苦しく、やはり薬代をケチったのがいけなかったのか。カカタ、ちょっと手を貸してくれ。おかしい、体に力が入らない。まずい、装置を止めないと。装置を止めるんだ。無制限にエネルギーを供給したらあいつら制御不能になる。まずい、装置を停止させるコマンドは入れてなかった。だから俺が何を言ってるのかわからないんだな。やはり教令員の奴らが言うように、機械生命は危険しかもたらさないのか。結局何のための研究だったんだ。かかった、ついにお前を真の機械生命にしてやれなかった。なるほど、地脈漏出の件は事故だったんだね。アバッドイが不慮の死を遂げた時、機械の魔物は本能に駆られ地脈からエネルギーを取り出し続けた。それで地脈はひどく破損してしまったんだ。そうだな、どうしてカカタは他の機械の魔物みたいに暴走しなかったんだろう。それはカカタがその辺の機械の魔物とは一味違うからさ。本物の生命と同じように泣いたり笑ったりできて自分の思考を持っている。というよりそういう機会を作らないと教令員に長年の研究を認めてもらうのは不可能だったんだ。でももし実験品としてではなくカカタを友人として見てあげてたら彼も気づけたかもしれない。カカタは確かに話せはしない、でも常に自分よりもアバッドイの方を気にかけてたんだ。それってどういうことだ？もう少しすれば君にもおのずとわかるよ。地脈抽出装置の制御ユニットを見つけ出して。木の透明の床だ。
行こう。下にあるのが最後の部屋だ。制御ユニットもきっとそこだよ。でももう道がないぞ。飛び降りてみるか。行こう。冒険だ冒険。よし出発だ。
さて、律令十言。かかれ、さあ燃えろ。よっ、ちゃっ、えっ。律令十言。さあ、はっ。やっ、せえ。ない。全力攻撃だ。はっ。手練満員だよ。よっ。律令十言。どの目が出るかしら。三。へっ。じゃあ燃えろ。へっ。やっ、音が聞こえる。
みんながそばにいてくれるわ。多分これが制御ユニットだ。制御ユニットの電源を切れば血脈抽出装置は止まるはず。血脈を壊す外力さえなければゆっくりと自己修復していくはずだよ。今はきっとカカタの方が気になるんだろ。さあ一緒に戻って確かめ。というものが理解できないんだ。それでもかつて故障した時アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで正常に戻ったことを覚えてたんだろうね。確かにカカタに思考能力はないしわからないことも多い。だけどそれでも子供と同じように大人を真似するんだ。だから機械パーツを奪ってたのか。でもあいつがどんなに頑張ってももう修理することはできないんだよな。うん。でも大事なのはカカタにアバッドイを直したいという考えが生まれたことだ。どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えはアバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当ならこれは強霊院を揺るがすことができる研究だよ。古代の技術ではできたのかもしれないけど現代の科学で成功した人はまだいない。おいカカタ、聞いたか？お前ティナリに褒められたんだぞ。きっともう限界なんだ。もうずっとエネルギーを補充してないし激しく破損したパーツも交換できてないからね。むしろ今まで持ったのが奇跡だよ。僕は血脈抽出装置がちゃんと止まったかどうか確認してくる。君たち彼らを二人っきりにしてあげよう。やっ、ふう。血脈抽出装置は止まったよ。空気中にはまだ血脈エネルギーがかなり残ってるけど導出の源は立てたからこの量なら浄化装置で処理できると思う。あとは手遅れになる前に
死脈の影響を受けた人を治療しないと。告知板に汚染区域の危険性を書いて、患者がコレイのところに向かってくれるようにしよう。教練員のルールでは彼ら全員を連れ戻さないといけない。機械生命に関する研究資料は全て破棄され、カカタは解体されて保管される。そんな。君たちは先に戻ってて、残りは僕が処理しておくから。地脈漏出の源は塞いだけど、空気中の地脈エネルギーはまだ普通より高い。このままじゃ君たちの体が持たないよ。でも君はともかく、旅人はあまり休めてないだろ。ここの研究資料は数が多いから梱包に時間がかかる。君たちは実験について何も知らないし、ここにいてもあまり意味がないんだ。仕事は片付いたって冒険者協会にそう伝えてくれる？あとはぐっすり休んどいて。他のことはまた明日話そう。あ、そうそう、アバッドイに関しては他言無用ね。機械生命の研究に関わることはあまり知られない方がいい。わかった。じゃあオイラたちはキャサリンのところに戻るぜ。森の奥からの地脈漏出だったんだ。今は解決して正常に戻ったぞ。そうでしたか。本当にお疲れ様でした。空気中に残った地脈エネルギーが薄まったら住民へのお知らせを張り出しましょう。こちらがお約束していた報酬です。どうぞお受け取りください。解体されるって考えると、だったら明日ティナリにお願いしてみないか。本当はすぐに行きたいけど、ティナリは明日話そうって言ってたし。じゃあ決まりだ。明日ティナリにはカカタを解体しないように言おう。
を探しに行こうぜ。でも一体どう話せばいいんだろうな。ティナリー、しっ、静かに。フジモドキ、人腸外科、人腸外族両組の実験データによって魚に対して特に毒性があることが分かった。かかった？静かにしてって言ったのに。植物はちっとも気にしないだろうけど、僕の耳には響くんだ。お前、かかたを解体しなかったのか？解体してどうするの？だってお前、教練員のルールだって言ったじゃん。なるほど。こんな朝早くに僕を邪魔しに来たのは、僕が言いたかったのは、教練員のルールでは研究成果は全て破棄することになっているから、とりあえずカカタを修理してたんだよ。昔教練員にいた時、ソロン派の授業を履修したことがあるんだ。それからカカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。実験資料の一部は記念として持ち帰ってきたけど、ほとんどは燃やして深く埋めたよ。証拠隠滅のためにね。僕は教練員の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも、今はアビディアの森のレンジャー長として、森の生命たちを守る義務がある。この世に生まれた命には必ず意味がある。カカタも例外じゃない。存在する以上、勝手に捨てたり壊したりするべきじゃないんだ。よかったぜ。でも、ティナリは今、命って言ったよな。ってことは、もうカカタのことを真の生命だって認めたのか？あくまでも可能性の話だよ。何しろアバッドイを修理しようとした挙動は、解明が難しいからね。アバッドイが残した実験記録だって氷山の一角でしかない。彼がどれだけのコマンドを設定していたのかは誰にもわからない。もしかしたらカカタは単純にコマンドから生じた不具合のせいでああいう行動を取ったのかもしれないしね。だから厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。でも可能性がある以上、僕はそれを信じたいんだ。ちなみに僕はこの研究テーマを続けることにはほとんど興味がない。連れてきたのも単にここが隠れ家として優れているからだ。でもまあ、実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。少なくとも実験記録くらいはこなしてくれそうだしね。君はどう思う？